そこ国道かな。え、こっちだと1号線？あ、でも国一はあっちに沿って走ってますもんね。なんだったっけ、名鉄の方っすよね。あ、こっちは名鉄国一ではないよな、走っとったとしても。三重塔印刷、あ、どこだ、印刷屋さん、新しい感じですね。あ、このところに、あ、聞こえてるんじゃ。ここか、うん、まあ、蒲氷、夫は蒲氷って言いますもんね。あ、そう。お、これちゃうのか、うん、何、リサイクルボックスでもないのか。何なんだ、何なんだ、何なんだとか。あずまや、あ、デイサービスもあるんですね。せっかくやから蒲郡まで一駅区間だけバスで回ったら乗ってみようかな。うん、走ってたな、なんか走ってそうっちゃ走ってそうやけど、走ってなさそうっちゃ走ってなさそうなくらいのとこですからね。丸や、ビーフ、ポーク、チキン、ブロイラーな、まだチキンだけブロイラーなの。そこは宮郵便局。なんか変なことになってるんだよ。ほう。こっちか、西浦温泉とか。ああ、温泉書いたとき8キロ、13キロか。ちょっと歩いていく距離じゃねえな。あ、ボートですか、蒲郡の方が近いんや、むしろ。これは宮郵便局。なんか、なんかこんな飾り付けしてあるんですね。季節ごとに変えてるのかな。なんか秋な感じにしてありますもんね。おしゃれ。昔からの感じですね。なんか郵政省時代の本当ですもんね。竹芝が近いんですね。こんなところに土冷えも、ああ、すごい、あ、モテ鍋とか、へえ、いろいろあるんですね。あ、画面タッチして選んでやるやつね。バロン、え、バロンって何、バランじゃないな、バロンなんやな。何屋さんなんやわかんねえや。あ、そこ海なんや。そっか、こんな海近いんやね。
こに一応コミュニティバスあるけどやってないかな。運行日はかって思ってて、そもそも運行してないね。そもそも運行してたらちょうどいいぐらいの時間だったんだ。どうしよう。何も考えずに海を見ている。あ、海ですね。そっから見えるのかな。あ、潮風だ。うわ、立ち入り禁止か。海だ。穏やかですね。ちょうど西日です。あ、綺麗だ、綺麗。あの奥に見えるのが竹しますよね。そうそう。あれだよな。あれと見てみると結構距離あるな、こっから。穏やかですね。散歩よりだ。あ、ばなんか歩き始めてみたけど、本当に蒲郡駅って歩いていける距離なんやろな。あれ、俺さぞかし歩いていけるような感じでふらっと歩き出してみたけど、距離調べてねえや。